皆さんどうも、マキューです。今回はね、イツキウェディングがね、ちょっと不遇すぎる件についてね、話していこうかと思います。性能としてはね、もう不遇とは言えないぐらいね、めちゃくちゃ強い性能を持ってるんですけど、今イベントとしてはね、結構不遇でして、まずね、一つ目のね、残念な点が、このイベント特殊能力持ちでね、絞り込んだ時に最初ね、びっくりしたんですけど、イツキラの砦のね、バージョンがいなくなるんですよ。どういうことっていうと、唯一ね、この5つ号の中でね、イツキだけが砦の方ね、特攻何も持ってないんですよ。だからね、イベントとしての活躍度がね、ちょっとね、なさすぎじゃないって思っちゃうんですよね。ちょっと待って、勇ましより、このね、5等分の花嫁で絞り込んであげて、まずね、ちょっとイベント特攻をね、持ってないというか、残念。だってさ、強敵ステージで結構ね、大変じゃん。おはじきとかね、頑張ってクリアして、特攻とかも引いてあげて、やっと仲間にできるっていうさ、結構苦労あってるね、仲間にする人が多いのに、まさか何も特攻を持ってないっていうね。せめてさ、ワイプ特攻中とかさ、まあ、最悪小でもいいからね、何かつけてほしかったなっていうね。もうおはじき特攻、小でも何でもいいからね。まずね、何も特攻がないってところがね、残念なのと、あとね、その5つ後全員さ、ウルター Z、自分の場合はね、1かウルター Z にしたんですけど、まあ誰かはね、ウルター Z にできるじゃないですか、5体中。で、この5機だけはね、ちょっとウルター Z にね、正直しても、性能面だけで言うとね、逆に微妙になってしまうっていう点もあるんですよ。どういう意味かというと、砦のさ、5機だと、これさ、今回強敵ステージだから、ガシャとか回さずさ、10突できて、幻突マックスのね、火力として使えるじゃないですか、砦で。で、ウルター Z にした場合って、ミッションでね、追加されるんですよ。ウルターZにしたキャラが3体だけ追加されて、自分の場合1かなんで、このキャラが幻突さになってるって状態で、まあ、イツキをね、ウルターZにした人も結構いると思うんですけど、イツキの場合はね、まあ、全員同じか、ウルターZで3突になるんですよ。だから、トリゼのさ、10突のイツキと、ウルターZのイツキの3突って、どっちが強いって言われたらね、まあ、普通にトリゼのね、10突でいいやんってなるし、強いと思うんですよね。だからね、ウルターZにしてもね、ちょっと微妙になってしまうっていう点もね、そこがね、結構不遇なんで、いやイベントのね特攻もつかなかったのと、ちょっとウルターデッドにしてもね微妙になってしまう点がね、まあでもその代わりね、元々の性能が強いって言われたらね、まあそこまでっていうところはあるんですけど、少しね残念な点もあるかなと。まあ一番の不遇な点としてはね、イベントでのね特攻が何もないってところでね、最初ね自分もねさっき言ったけどびっくりしたもん。なんかつけろと思った、なんかそこはねちょっと微妙になってしまうかなと思いますね。はい、というね、今回の動画になります。よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。